3トップ監視所。SCP-3333 への入り口は天井の右角にある。3トップ監視所。アイテム番号 SCP-3333。オブジェクトクラスセーフケテル。特別収容プロトコル。SCP-3333 につながる跳ね上げ扉はいかなる時も閉じられ施錠されなくてはなりません。出入りを防ぐために、いかなる時でも最低一人の人員が SCP-3333 の下に駐在しなくてはなりません。SCP-3333 への扉はダメージの兆候を毎日チェックされます。MTF ラムダ、1、マクスウェルの悪魔、が SCP-3333 の収容を補助するために創設され、配備されました。2039年04月2日改定の収容プロトコル。説明 SCP-3333 はアメリカ合衆国ワシントン州ベイカー山、スノコルミー国立森林公園にある、3トップ監視所内の空間異常です。SCP-3333 は3トップ監視所のはしごと天井にある跳ね上げ扉を介してアクセスできます。はしごを登ることにより、3トップ監視所の同一のコピーに行くことができます。このコピーは同様のはしごと跳ね上げ扉を備えており、さらなる3トップ監視所のコピーにたどり着きます。SCP-3333 周囲の環境は3トップ監視所の周辺環境と相似していますが、植物、動物、そして人間といった生物は観察されません。連続した SCP-3333 の反復は最初の監視所からより高い高度に位置します。これらの SCP-3333 反復へつながる階段は、地面に降りるために相応の長さへと拡張されます。SCP-3333 はレイニア山近辺の火山活動の後に行われた3トップ監視所の修復の後に発見されました。SCP-3333 の起源は不明です。監視所の修復を行った公園職員で、SCP-3333 の入り口の工事に関与した者はいませんでした。発見当初、SCP-3333 への跳ね上げ扉は南京錠によって施錠されていました。SCP-3333 へ侵入するためには跳ね上げ扉を強制的に開ける必要がありました。鍵は発見されていません。探索1、ミッション内容 SCP-3333 の初期偵察。職員 D-4F68A。追加情報 D-4F68A は標準仕様の探索用録画、録音装置を装備していました。探索は3トップ監視所内に暫定的に設置された監視基地に駐在するウィリアムズ博士と補佐チームにより監督されていました。ログ開始。ウィリアムズ博士テスト、異常はない ?D-4F68A はい、ハロー、少しの間、博士。ウィリアムズ問題ないわ。SCP-3333 へ進行してちょうだい。ウィリアムズ博士と D-4F68A の近さにより若干の音声フィードバックがある。D-4F68A ははしごを登り SCP-3333 へ入る。ウィリアムズ見えるものを報告して。D-4F68A? そうですね。今侵入しました。でもここは空です。こんな感じですか?ウィリアムズいいわ、ありがとう。若干の間、少し喋るのをやめて。ま、ウィリアムズありがとう、登り続けてちょうだい。D-4F68A は SCP-3333 をおよそ1時間登り続ける。ウィリアムズオーライ、ちょっとテストをしましょう。D-4F68A、もしよかったら、ドアを開けて外へ出てくれるかしら ?D-4F68A OK、博士。D-4F68A はドアを開ける。強い風が即座に部屋に吹き付け、D-4F68A を反対側の壁に叩きつけ、家具が動く。D-4F68A は何とか部屋を横切り、ドアを閉める。D-4F68A、息も絶え絶えに、何だったんだ今のは?ウィリアムズ、咳、今は外に出ない方が良さそうね。D-4F68A 入り、了解。D-4F68A は SCP-3333 を登るのを再開する。風の音が聞こえる。SCP-3333 の内装に変化はない。
D4F68A はおよそ3時間登り続ける。10コピーを経るごとに、D4F68A は簡単な掛け算を用いた認識テストを行う。ベースラインからの変化は見られない。数時間後、D4F68A は休息し、レーションを取る。この時点で、ビデオ録画の分析によると184コピーの SCP-3333 を登ったことになる。ウィリアムズ今が一番いいタイミングね。D4F68A、もう一度テストしてちょうだい。D4F68A オーライ、博士。D4F68A は認知テストを行う。ベースラインからの変化はない。D4F68A は SCP-3333 を184コピー登っているが、これは高さ673メートルに相当する。若干の上昇距離の差は観測されるが、予想よりはるかに小さい。D4F68A 博士、ウィリアムズ何？ D4F68A、これは何のためですか？ウィリアムズテストの目的、無害だとは思うけど、このテストは空気の薄さを測るためよ。D4F68A 空気の薄さ？ウィリアムズ空気が薄くなると、脳が、ため息、そうね、脳の働きが鈍くなるわ、基本的には。D4F68A、パニックして、私は死ぬのですか？ウィリアムズ違う、テスト結果は治療と変わってないわ。できるだけ登ってちょうだい。D4F68A わかりました、博士。ウィリアムズ問題ないわ、登るのを再開して、D4F68A。D4F68A はさらに4時間登り続ける。日が沈み、D4F68A はキャンプを立てて眠る。翌朝、D4F68A は SCP-3333 を登るのを再開する。D4F68A 博士、あれが見えますか？ウィリアムズ何？ D4F68A あそこ、あの頂上に、人がいませんか？ SCP-3333 から南西の尾根に、2つの小さな人影が見える。彼らは動かずに立っているように見える。これらの人影は D4F68A の視点からしか見えず、ベースキャンプからは見えない。D4F68A 双眼鏡のようなものはありませんか？見なくては。ウィリアムズカメラもズームさせて、私たちにも見えるように。D4F68A あった。D4F68A は双眼鏡を用いて人影を見る。ベースキャンプは D4F68A のカメラを通してズームインしようと試みたが、解像度が低すぎて何も明らかにならない。D4F68A 見えません。ピントが合ってません。あーくそ。人影は振り向いて尾根の向こう側に行ってしまう。D4F68A 双眼鏡の反射を見られました。ウィリアムズ確かなの？ D4F68A 彼ら、まっすぐ私を見ていました。一人はこっちを指さしていたように見えました。ウィリアムズわかったわ。D4F68A は SCP-3333 を登り続けるように指示される。人影に関してベースキャンプで議論がなされるが、合意には至らない。D4F68A は SCP-3333 の345番目の繰り返しまで登り続ける。他の人影は発見されない。D4F68A は朝までキャンプする。翌日、D468A はカメラとマイクを起動するのをしばらく忘れていた。その後少しして、D4F68A は不安と落ち着かなさを感じると証言した。D4F68A 毒、引き換えさせてくれませんか？ここは何かがおかしいです。ウィリアムズそれは確かなの？ D4F68A わかりません。でも何かがおかしい。この壁に書かれているもの、それと、ウィリアムズ壁には何も書かれてないわ。D4F68A と、何かが見えるんです、毒。なんて書いてあるかはわかりませんが、確かにあります。ウィリアムズ了解。ここまで来たんだから、進んでちょうだい。D4F68A は SCP-3333 を登り続けるが、時折基地へ引き返す許可を求める。申請はすべて却下される。ビデオ映像が壁の文字やミーム効果に関して分析されるが、何も見つからない。
527コピー目で、SCP-3333 の周辺環境は劇的に変化する。サントップ監視所の複数のコピーが格子状に接続され、ドアを通じて行き来可能である。自然光や、空、地面といったものは見えない。完全な暗闇であり、はしごや跳ね上げ扉を備えた監視所のコピーは存在しない。D4F68A これは変です。毒、降りさせてください。何も見えません。ウィリアムズ落ち着いて、頼むから。非常用のヘッドランプと懐中電灯がバックパックにあるわ。それを使って。D4F68A はライトの電源を入れようとする。点灯しない。D4F68A はバッテリー挿入箇所を確認するよう指示される。それは空である。バックパック内の予備バッテリーを使うように指示されるが、D4F68A はそれを見つけられない。D4F68A 何もない、何もかもおかしい、引き返させてくれ、頼む。ウィリアムズダメ、前進して。D4F68A 待て、何かが見える、何かが見えます、毒。ウィリアムズ何が ?D4F68A のカメラには何も見えない。D4F68A は、わからない、おかしい。D4F68A はパニックし始める。D4F68A 降ろさせてくれ、毒、ここから出なくては。ウィリアムズ帰ってきたら撃たれます。何が見えるのか報告して。D4F68A のカメラとマイクが同時に切断される。ウィリアムズ何 ?D4F68A、D4F68A、何が起きたの録画を切ったの何が起きたの ?D4F68A のビデオ録画の分析からは通信切断の原因はわからない。装備の故障は考えづらいと結論された。D4F68A 消失の状況と、SCP-3333 上部に未知の異常なオブジェクトが存在する可能性を鑑み、さらなる探索が申請され承認された。探索1、スペース。探索2、ミッション内容 D4F68A の消失の原因の探索、D4F68A により発見された異常現象の再発見。SCP-3333 に存在する異常な実態の同定。職員 MTF、MOD-0。特徴的固有空間。追加情報 MTF、MOD-0 のメンバーは全員、標準仕様のサバイバル装備と記録装置を装備していた。特殊な装備は必要ないと考えられた。すべてのバッテリーとバックアップは3回チェックされた。ウィリアムズ博士はベースキャンプから監督に当たった。ログ開始。MOD-1 MOD-1 チェック。MOD-2 MOD-2 チェック。MOD-3 MOD-3 チェック。MOD-4 MOD-4 チェック。MOD-5 MOD-5 チェック。MOD-1 OK、全員、等型構造物への通常アプローチだ。2名が前、1名が中間、2名が後衛だ。行くぞ。チームは全員 SCP-3333 を登り始める。付近の稜線に人影は見えない。天候は曇りで、風の音が聞こえる。機動部隊が登るに従い、風は少しずつ止む。数時間の自由行の後、MOD-4 と MOD-2 は D-4F68A が SCP-3333 を出ようと試みた部屋に到達する。家具類は乱れたままであり、動かされたようには見えない。MOD-1 ここが例の場所ってわけだ。MOD-0 のメンバーは集結し、SCP-3333 外部の探索を行おうと試みる。MOD-2 がロープを結びつけられ、SCP-3333 を出る。強風はなく、MOD-2 は難なく外に出る。MOD-2 何もないぞ。博士？ウィリアムズおかしいわね。病んだのかも。探索を続けて。MOD-1 了解。機動部隊のメンバーは SCP-3333 を出て探索を開始する。SCP-3333 の周辺環境はサントップ監視所のそれと同一である。植物、動物とも生物は見られない。人型存在も見られない。機動部隊は数時間探索し、SCP-3333 で再開する。MOD-3 ここには何もないな。MOD-4 植物もない。おかしいな。
ウィリアムズその世界全体がそうなら、それが強い風の原因だったのかもしれないわね。だとしたら酸素がどこから生じるかわからないけど、いずれにせよ進行してちょうだい。これに関しては後で調べましょう。MOD、一了解。機動部隊はさらに数時間上昇を続け、夜になるとキャンプする。速度は D4F98A よりも遅い。彼らは SCP-3333 をさらに数日進行したが特筆すべき事象には出会わない。視覚的、音声的な幻覚も発生しない。4日目に、SCP-3333 の頂上に到着する。MOD、一みんな、ライトを取り出せ。機動部隊のメンバーはランタンや懐中電灯を装備する。すべてバッテリーが完備されており、予備バッテリーは2回チェックされた。機動部隊がこれらを行う以外の音や光は観測されない。MOD、1よし、もう一度に、1、2の隊列を組むんだ。方向は任意に、よし、こっちの方向にしよう。MOD、1はランダムに方向を指し示し、機動部隊はそこへ進む。反射マーカーが目印として残される。SCP-3333 のコピーが、通路を介して水平に接続されている。これらのコピーにはこれまでと異なり、下へ向かう階段はなく、通路に接続される部分の手すりは除去されている。通路に継ぎ目はなく、人が行うような工事の跡も見当たらない。MOD にはランダムに通路の板を持ち上げたが、その下には漆黒しか見えない。MOD にはサイリウムを穴へ落とすが、そこは見えない。MOD 3は信号弾を打ち上げるが、天井は見えない。音も光もない。ウィリアムズ何かおかしなものは見えない ?MOD、4例えばどんなですか?ウィリアムズ D4F68A が報告したような幻覚とか、探索の最後に彼が言っていたことと関連しそうなことは何でも。MOD、1ないですね。死体も装備もない。それを優先すべきですか?ウィリアムズそれを見つけられたら何か助けになるかもしれないわ。いずれにせよ、これらの部屋にパターンや目的があるようには見えない。MOD、1了解。機動部隊は分散し、起点から放射状に探索を開始する。これはおよそ1時間続く。MOD、3何か見つけたぞ。MOD、4なんだ ?MOD、2なんだった ?MOD、1そっちへ向かう。機動部隊のメンバーは集合する。その途上で、MOD、5の電灯が消える。ウィリアムズ何を見つけたの ?MOD、3彼のバックパックです。完全に空です。避けたりはしていませんが。MOD、4争った形跡はないな。MOD、2見つけた時はこのテーブルに立てかけてあったのか ?MOD、3ああ、触ってはいない。MOD、1よし、動かさないようにしよう。間、グラハムはどこだ?止まる、グラハム全員、点呼しろ。MOD、2 MOD、2。MOD、3 MOD、3。MOD、4 MOD、4。MOD、1グラハムがいない。博士、彼のカメラフィードは来ていますか?ウィリアムズな、ないわね。ライトが消えてる。何も見えないわ。MOD、1了解。2、2に分かれよう。俺はホレスと一緒に行く。ここから放射パターンだ。MOD、2了解。MOD、3 OK。MOD、4了解。MOD、1と MOD、3 MOD、2と MOD、4がペアになる。彼らは放射状に探索する。未だ音はない。ウィリアムズ博士は MOD、5の応答と絶前のカメラ映像を再生する。異常の跡は見られない。カメラは通信し続けているが、完全に暗闇しか映っていない。MOD、2と MOD、4は点灯する。二つの大きな音、おそらくは彼らの体が床に当たった音がする。かすかな滴るような音がする。両者のカメラとマイクがほぼ同時に切断される。MOD、5のカメラとマイクも切られる。ウィリアムズハロー、ハロー、MOD、2と MOD、4からの治癒系が途絶したわ。もう一つのドシンという音がする。MOD、3のマイクとカメラが切断される。ウィリアムズハロー、MOD、1?MOD、1何が、何が起きた?ウィリアムズわからない、MOD、3はどこ?MOD、1ほんの少し向こうを見てる間に、今は、あいつは。MOD、1のヘッドランプが周辺を素早く見回す。
他の MOD、0のメンバーの兆候は見えない。MOD、1、闇に向かって、ハロー、間、囁き、な、何かが俺の、側に。ウィリアムズ何が見えるの言葉 ?MOD、1や、何も見えません。他の4人のカメラとマイクが再起動する。同時ではないことが、手動で装備を起動していることを伺わせる。MOD、5ハロー、ハロー。ウィリアムズ装備が起動した。何が起きたの ?MOD、3わかりません、毒。何かが床にあって、つまずきました、それで。MOD、1全員どこにいる電子。MOD、2 MOD、3。MOD、3 MOD、5。MOD、4 MOD、2。MOD、5 MOD、4。MOD、1を。MOD、1のマイクとカメラが突然切れる。MOD、2 MOD、1ハロー。MOD、1のカメラとマイクが再起動する。MOD、1を、俺にも見えた。MOD、3ああ。ウィリアムズ何を見たの ?MOD、4わかりません。お化けみたいな、浮かんでて。MOD、5ここは何か変です。MOD、2や、我々は。MOD、4ここは危険です。ウィリアムズ何の話をしてるの ?3 トップ監視所以外にはカメラには何も映っていない。ウィリアムズ何かがあなたたちの近くにいるの ?MOD、1や、これはそうじゃなくて、毒。MOD、4あそこだ、見えますか毒?何も見えない。ウィリアムズ見えないわ、何なの ?MOD、3個、ここは危険です。MOD、2何かがおかしいです。MOD、1、荒井駅、あそこだ。ウィリアムズ何なの ?MOD、1これは何と言えばいいか。間、機動部隊からのフィードからは何も見えない。MOD、1これはその、MOD、三城みたいに見えます。いや違う、山だ。MOD、よ山だ、幽霊みたいな山、でも、これは違う。MOD、5これは、燃えている山だ、煙を吹いて、煙と灰の塔。MOD、3見えた。MOD、1俺にも見えたぞ。MOD、5行かなくては、全員撤退。オール了解。機動部隊 MOD、0は SCP、3333の頂上から撤退し、素早く SCP、3333を下る。数日後、ベースキャンプに到着しデブリーフィングを行う。彼らは SCP-3333 の頂上での出来事について混乱を示し、再侵入に強い抵抗を示す。状況とミーム媒体の存在の可能性を鑑み、機動部隊 MOD-0 の反対を押し切り、特殊鋼ミーム工作員がさらなる探索のために投入される。探索2、スペース。探索33、ミッション内容 SCP-3333 の頂上を探索し、内部のミーム的異常存在または媒体を発見、無力化する。職員ミーム対抗スペシャリスト0、無悪く者。追加情報スペシャリスト0は盲目、老和であり、手に埋め込まれたシグナルシステムを用いてコミュニケートする。通常仕様のレーションが支給された。他の装備は不要であった。ウィリアムズ博士と機動部隊 MOD-0 が作戦を監督する。ログ開始。0基地を離れる。ウィリアムズ何か必要があったら言ってね。0了解。スペシャリスト0は SCP-3333 を上昇し始める。MOD-5、ウィリアムズへ、私はこれは好ましくないと。ウィリアムズもしあなた方ダメチームを尻尾巻いて逃げ帰らせるほど怖いものがあるのだとしたら、まさにアネットを呼び出した価値があるわ。MOD-5 は返答しない。スペシャリスト0は登り続ける。0部屋、おかしい、乱れ、戦闘?ウィリアムズ違うわ。私たちよ。0OK。数時間が経過する。0外、誰か、見ている。ウィリアムズ以前に出会った連中よ。もしあなたがまだ登り続ければ。ゼロ進んでる。まだ、ついてくる。おかしい。見ている、違う。他の、何か。ウィリアムズどういう意味?ゼロわからない。スペシャリストゼロはさらに数時間登り続ける。この時点で、スペシャリストゼロは12時間以上登り続けている。ウィリアムズ休息は必要ない?ゼロ誰か、まだ、いる。危険。安抚、しよう。スペシャリスト0は数グラムのアンフェタミンを摂取し、登り続ける。0外、見える?ウィリアムズいや、見えないわ。
カメラの端に動くものがちらりと映る。何かが窓越しに見ており、カメラがそちらの方向を向くと隠れる。風は強く、外に出れそうにない。ウィリアムズ何かが、ゼロ奴ら、気づいてる。スペシャリストゼロは登る速度を上げる。ちらりと映る何かが時折 SCP-3333 の外に見える。小さなサラサラという音が風に混じり時折聞こえる。MOD、5スペシャリスト、撤退して。ゼロダメだ。スペシャリストゼロは速いペースで登り続ける。およそ1時間後、スペシャリストゼロと、彼ら、は SCP-3333 の頂上に着く。ゼロ血液、光、ない。スペシャリストゼロは歩き始める。彼ら、もライトはつけない。カメラには何も映らず、スペシャリストゼロの足音だけがマイクに聞こえる。大きなバタリという音が遠くに聞こえる。ゼロここ。間、ゼロ無害。スペシャリストゼロは歩く速度を上げ、突然止まる。いくつかの小さなサラサラという音が聞こえるが、それらは素早く消える。ゼロからだ。スペシャリストゼロがしゃがみ込み、服が擦れる音が聞こえる。サラサラという音が、より大きく、近くで再び聞こえる。MOD、ご逃げろ、スペシャリスト。ウィリアムズ・アネット。何かを潰すような音がいくつか聞こえる。ゼロからだ。血液。間、内臓。筋肉。滑らか。柔らか、すぎる。間、硬い、金属。サラサラという音はより大きくなり、どんどん近くなる。それらはスペシャリストゼロを取り囲み、重なり合い、鳴り続く虫の羽音のようになる。MOD、ご逃げろスペシャリスト、それは放っておけ、行け。ゼロ金属、言葉。ドシンという音。SLF 女 WAR、KB。ウィリアムズ・アネット、アネット。ゼロライト、ライト、消えた、ライト、どこ。ウィリアムズ・アネット。ゼロ山、ある。撤退、しなくては。ライト、どこ？ウィリアムズ・アネット。スペシャリストゼロのライトが点灯する。スペシャリストゼロは地面に横たわっている。ライトは積み上げられ、腐敗の進んだ筋肉、臓器、骨を映し出す。金属のドッグタグがスペシャリストゼロの手につかまれているのが見える。それには、機動部隊 MOD、ゴグラハム、パーセル、と書かれている。データ削除。ホイイチ、探索3のイベント群に続き、SCP-3333 内の実体群、以下、SCP-3333、1と呼称、は暫定観測ポスト3333の全人員を殺害、もしくは彼らに擬態しました。救難シグナルは発信されず、探索3に関するデータ文字後レポートが完成するまでは転送されませんでした。SCP-3333、1実体群は SCP-3333 の観察と探索を見かけ上実施し、1ヶ月の間マンパワーと装備を要求し続けました。1人の補給補助員が殺害もしくは擬態される前に非常メッセージを送信することに成功し、初めて異変が明らかとなりました。最終用チームが SCP-3333 に到着した時には、施設は完全に放棄されていました。50人を超える職員が失われました。財団職員に擬態していないものも含め、多数の SCP-3333、1実体が解放されたと想定されるため、これらを調査、捜索、無力化するため。単目的部隊ラムダ、1、持つ者、持たざる者、が創設されました。ホイに、2039年04月2日、ウィリアムズ博士の携帯電話より、暗号化されたメッセージが受信された。それは SCP-3333 内部から送信されたのではないと思われるが、正確な場所は特定されていない。メッセージには以下に記す、ウィリアムズ博士のログが含まれており、彼女が機動部隊 MOD、ゼロから逃走していたことはほぼ確実と思われる。補足として、このメッセージを添付する。読者は資料されたし。アードマン博士。探索4。以下は SCP-3333 内部にて、ウィリアムズ博士により携帯電話に録音された。ログ開始。記録は探索3の終了から消止後に始まる。ウィリアムズ博士はカメラを装着して SCP-3333 を上昇している。
彼女は息を乱し、何かから逃げているように見える。下方から銃声が聞こえる。ウィリアムズ博士はおよそ10分間上昇し続け、休むために止まる。彼女はカメラをテーブルに立てかけ、椅子で下への跳ね上げ扉を封鎖する。彼女は座り込む。彼女は血で覆われ、パニック状態にあるように見え、拳銃を持っている。彼女はカメラを見て、喋り始め、そして泣き始める。およそ1分間泣いた後、泣き止む。ウィリアムズやられたわ。完璧に。訓練された機動部隊が撤退を決定したのを、ちょっとした曖昧さを根拠に咎める人なんていないでしょう。あともちろん私は彼らを親しく知っていたわけじゃない。何かがおかしいなんて、誰に言えばよかったの？ガタガタという音がする。何者かが跳ね上げ扉を開けようとしている。ウィリアムズは銃を取り、扉に向ける。声ウィリアムズ博士、ウィリアムズ博士、こちらは機動部隊アルファ、3、我々はこの駐留地から救難信号を受信しました。我々はここの職員から攻撃されました。何が起きているのですか博士、打撃音、入れてください博士。ウィリアムズ、パニックする、下が。咳、下がって、騙されないわ。アルファ、3ウィリアムズ博士、お願いです。入れなければあなたを敵として扱います。ウィリアムズ、叫ぶ、下がって。何本かの指が跳ね上げ扉から現れ、押し上げ始める。ウィリアムズは扉の上に乗りそれらの指を踏む。粉砕音がして、指は扉に挟まれたまま完全に平らとなる。それらが引き戻されるに従い何かが裂ける音がする。ウィリアムズはドアの上から2発射撃し、カメラを掴み再度上昇を始める。ウィリアムズ博士はさらに跳ね上げ扉を封鎖しながらおよそ1分半登り、立ち止まりを落とし、およそ10分間泣く。それに続き、ウィリアムズは20時間以上止まらずに登り続け、崩し折れる。およそ2時間の間意識を失い、叫びながら起きる。ウィリアムズ、叫びやむ、夢じゃない。間、喉が渇いた。間、きっと思ってくればよかった。SCP-3333 の外では雨が降り始める。ウィリアムズは笑い始める。ウィリアムズはカメラを立てかけ、雨を飲むため外へ出る。ほどなくして、彼女は唾を吐きながら中へ戻ってくる。ウィリアムズ塩辛い。ウィリアムズは上昇を再開し、1時間登る。SCP-3333 のドアにノック音がする。ウィリアムズは即座に立ち止まり銃を取り出す。呼吸は荒く、手は震えている。もう一度ノック音、今度は SCP-3333 の逆側から。ウィリアムズは振り向けく。D-4F68A がドアのところに立っている。彼は極度に痩せており、ドアに持たれている。彼の皮膚は引いてひび割れ、潰瘍ができ、ところどころほとんど剥がれ落ちている。彼はドアを開けようとする。ドアには簡素なノブ鍵がついていて、彼は開けられない。D-4F68A、枯れた声で、入れてください、ドク。ウィリアムズ下がって、ウィリアムズはドアから下がり、銃を D-4F68A に向ける。彼はドアを叩き続ける。D-4F68A お願いします、ドク、入れてください、外には水がないんです。ウィリアムズ違う、あなたじゃない、彼は私をドクと呼んだことはない、一度も。沈黙、D-4F68A の顔が完全に弛緩する。D-4F68A 俺は実際に彼を見たことはない。でもお前が子供だった頃から、お前の目は可愛いと思っていた。D-4F68A はドアの基板の一枚を拳で破壊する。血は出ない。彼は手を差し入れノブを回す。ウィリアムズは発砲し始める。D-4F68A はドアを開けてウィリアムズに向けて走り始める。ウィリアムズは D-4F68A に5回発砲する。一発の弾丸が足に命中し、彼は崩し折れる。彼は地面でのたうち始める。彼の皮膚は一部しか動きについてこず、まるで彼の内部で何かが動き回っているようだ。ウィリアムズはさらに5回発砲する。一発が D-4F68A の腕に命中する。血は出ない。彼の腕は平たく見える。D-4F68A は裏返って這いざろうとする。彼の腕はゴムのように後ろ側へ揺らめいている。彼の腕の中に中身はないようだ。ウィリアムズは叫ぶ。D-4F68A の胸部の中央部の中で何か大きな物体がうごめいている。
D4F68A の残りはその周囲ではためいており全く役に立っていない。 D4F68A の中で大きな羽ばたき音がする。ウィリアムズは4回発砲し、2発が D4F68A の胸部に命中する。裂けるような音がして、カメラが落ちる。ウィリアムズはもう一度発砲し、銃は空になりクリック音がする。大きな、乾いたドシンという音がする。ウィリアムズはカメラを拾う。彼女はショックを受けたように見える。ウィリアムズはカメラを置きようとする。彼女はカメラをもう一度拾い、D4F68A の死体に向ける。壊れた窓に寄りかかった大きな黒い塊がある。透明なゼラチン状の血液がそこから滲み出ており、それは死んでいるように見える。実体の正確な整理を見分けるのは難しいが、それは厚い半透明の羽を持っているように見える。床に積み上がった皮膚があり、それは引き裂け枯れている。ウィリアムズこれは、間。ウィリアムズ博士はもう一度嘔吐しようとするが、数秒えずいただけである。ウィリアムズ、素早く、静かに、人間の奥底には悟りと高みについて、無知と深淵についての信仰がある。我々は、ここ天空の城、空に浮かぶ山、神の柱、繰り返し重なるものの上にいて、そしてここ頂上で我々は何も見えてない、死んだ世界。果たされない約束。間、私はただ、家に帰りたい。ウィリアムズは数分登り続け、跳ね上げ扉を通過するたび封鎖していく。彼女は数秒立ち止まり、笑い始める。ウィリアムズ私はついにやったのに、アネット。ウィリアムズは泣き始める。数分後、ウィリアムズは立ち直り上昇を再開する。およそ半時間後、彼女は SCP-3333 の頂上に到達する。ウィリアムズ博士はライトを点ける。ウィリアムズハロー、間、大声で、ハロー、間。ウィリアムの声は響かない。返答はない。ウィリアムズここには何もない。うちもなかった。浮かぶ言葉も、山の幻影も、母。間、でもまだ希望はある。と思う。ウィリアムズは数分間 SCP-3333 の頂上を歩き回る。ウィリアムズここには何もない。全く何も。ウィリアムズ博士は座り込み、カメラをテーブルに立てかける。ウィリアムズ何か飲むものがあればいいんだけど。足音が遠くに聞こえる。ウィリアムズ、囁き声で、ああくそ。足音は近づいてくる。それは乱れて荒く、一歩ごとに重い足が叩きつけられるようだ。突然それは止まり、人が壁か家具に当たったような湿ったドシンという音がする。ウィリアムズ、静かに、いや、スペシャリストゼロの体がよろめき視界に入ってくる。肉は不揃いに引き伸ばされ、ずんぐりとして不格好だ。継ぎはぎのような皮膚が剥がれ落ち、宙にいる者の体がのたうち回るのが見える。頭部が胸へと垂れ下がりぶら下がっている。体全体は方向も目的も定かでないような、ブキブキとした動きをしている。ウィリアムは、明らかに匂いのためにえずく。ウィリアムズ、叫ぶ、アネット。実体は部屋へとよろめき入る。ウィリアムズは後ずさり離れる。実体は足音の方向を見るために旋回する。何かが頭部に入る。頭部は骨組みのようなものが入り立ち上がる。目と耳には引っかき傷がある。実体は何かを発生しようとするが、濡れたゴボゴボ音がするのみである。ウィリアムズ、叫ぶ、アネット。ウィリアムズはすすり泣き始める。実体は頭部から骨組みを抜き去る。その内部構造は完全になくなり、頭部が後方へ垂れる。ウィリアムズは銃を持ち上げ実体を撃とうとする。銃は体がウィリアムズはさらに撃とうとする。銃はカチカチとなるだけである。ウィリアムズは泣き続ける。銃はカチカチとなり続ける。ウィリアムズは崩れ折れて銃を落とす。実体は近づく。それは歩きも、動きもぎこちない。よろめき、鈍く、奇形的である。スペシャリストゼロの胴体はのたうっている。まるでシートに絡まった何かが抜け出ようとしているようだ。ウィリアムズごめんなさい。何かが裂ける音がする。スペシャリストゼロの肉が裂ける。それは内部の実体には難儀だったようだ。皮膚は丈夫で、内部の脂肪層はやすやすと道を明け渡そうとしないかのようだ。トゲの生えた死と月が裂け目から突き出し、ウィリアムズ博士の皮膚に穴を開ける。ウィリアムズは倒れる。死と月には麻痺物質が含まれているようだ。
スペシャリストゼロの皮膚は避け続ける。大きな黒い実体が皮膚から脱ぎ出る。それは大きな半透明の羽と吸引環状の付属器官を胸部に持っている。目がついているようには見えない。その皮膚は極度に薄く、いくらかの粘性の内容液を通して臓器が見えるが、骨は見当たらない。それは動く度に羽から絹ずれのような音をさせながらウィリアムズに近づく。それはウィリアムズに到達し、付属器官を傷に突き入れる。吸い出し、滴る音がする。実体の背面から半液体となった臓器と骨の塊が排出され、ウィリアムズがからの皮膚のシートになるまで完全に吸い出される。実体は皮膚に付属器官で触れたまま、体をねじ曲げ傷口に入り込む。皮膚はグニグニと曲がり、実体にフィットしていく。皮膚は満たされウィリアムズの形になる。実体は立ち上がり、カメラを止める。ログ終了。